どうぞ。決勝トーナメントには20チームが進出。サンガは2回戦からの対戦となりました。ゲームは序盤からサンガペース。6番原川、8番国領を中心に何度もシュートのチャンスを作ります。ゲームが動いたのは前半39分。左サイドからのパスを受け、福岡の9番三笘がそのままシュート、先制されてしまいます。さらに前半ロスタイム、フリーキックを得た福岡の4番倉富が無回転シュートを決め1点追加。前半を2点ビハインドで折り返します。気持ちを一新させ、なんとか逆転したいサンガは後半7分、スローインからパスをつないで6番原川がシュート、1点を返します。さらにその1分後、ロングパスからの決定機をキーパーにカットされるも、そのこぼれ球に2番上原が合わせ同点ゴール。福岡に追いつきます。その後一進一退の攻防が続く中、延長戦突入かと思われた後半ロスタイム、8番国領が豪快にシュート、見事土壇場で逆転し1戦目を劇的な勝利で飾りました。 0-2 でもかなりビハインドやったんで、それが本当にもうある意味覚悟を決めたっていうか、選手たちもやるしかないっていうふうに。結構厳しい試合になったんですけど、全員が諦めずに最後まで戦ったので、勝つことができて本当に良かったです。やっぱり